まあ、一巻まで、こう、まるっと、コミックスになって、改めて読んだときに、これは絶対アニメにしたいっていうのが、もう、本当今までの人生の中で一番ぐらいの熱量で湧き上がってきて。監督の平巻監督と話しているときに、めちゃくちゃ面白い原作があると。これを絶対にアニメ化したいと。キャラクターデザインの平山かんなさんっていう方がいらっしゃいまして、次何やりたいとか今後やりたいものないっていうのは聞いてたんですけど、でたまたま LINE が来て、「小林さん、私これやりたい」って LINE が来て、読んでたらもう止まんなくなっちゃって 面白くて、その日のうちのタクシー、なんか音響かなんかの帰りのタクシーだったんですけど、お電話させていただいて、「すいません、ちょっとこれやりたいです」って言ったのが一番最初ですね。僕の場合ってこんな言い方あれなんですけど、自分のやりたいものって特になくて、それは別に熱意がないって意味じゃなくて、一番自分がなんか第一だなと思ってるのは、自分の大好きなクリエイター、なんかその大好きな人らがやりたいもので、かつそれをアニメ化したら意味があるだろうとか売れるだろうとか、そういったものを企画として出してて。まあ、スタッフィング最初やる時にも気にしてるところで言うと、僕その能力もめちゃくちゃ重要視は当然してるんですけど、なんだろうな、熱量みたいなものはめちゃくちゃ意識してまして、今回の場合はかなりその平間監督が私のクリエイティブを優先してくださっていて、ダブルチェックっていうものがかなり少なくはなっておりまして、演出面での。例えば絵コンテのチェックっていうか、上がってきた絵コンテを全て確認していて、まあ、修正したりとか、そういうのは監督のお仕事ですね。監督にしか決められないことがたくさんある仕事は基本的に監督が行っています。で、私は漫画を映像にするにあたって、まあ、色だとか動くもの、モーションとか 2D とか、そういったアニメって結構絵だけじゃなくて、いろんなものを使って1枚の画面にしていくんですけど、そういったものは結構任せてもらえてて、そういった打ち合わせに監督の代わりに出席して全体の統括を取るような役割をさせてもらっています。猫富さんもやっぱり1カット1カットに注ぐ情熱すごいですし、演出家としてゴーゴーと燃える炎って形ですかね。熱意は多分今ここにいる誰よりも高いんですよね。例えば本人が足りないと思っていることがあったとしても、多分熱意で突破できちゃうと思ったので、そこは任せようという要因の一つですかね。アニメでやっぱり一番最初にやるってなると、一つはやっぱりシナリオを作る、ストーリーを作るっていう面と、もちろんそれで同時並行で設定を作るっていう面も両方やってたっていう形ですかね。推しの子のアニメがどう始まってどう終わるか、間に何があるかっていう、シリーズの中の構成を決めるっていう、決めることが多かったので、そこをどうしようかっていうことはすごくたくさん話した記憶がありますが。例えば五郎の名字が決まってないとか、サリナの名字は何なのかとか、意外とそういう進んでいくと当たり前にありそうなことがなかったり、じゃあ B 小町って何人いるのとか、簡単に解決しそうなことが意外と最初は結構難関としてあったのかなみたいな。推しの子っていうタイトル通り、アイドルが出てきますので、曲が必要であり、じゃあ踊りも必要であり、出てくるキャラクターが何人でいるのかとか、あとは、まあ、その曲を後でどうするのかとか、その伏線も含めていろんなことを話したい記憶があります。まあ、もともとその監督たち、制作スタッフは全員原作の大ファンなので、あんまりなんて言うんでしょう、原作の持つ印象とか原作の持ついいところを、変えたくない、いわゆるフォーマットに落とし込むためだけに、大事なシーンとか大事なセリフとか、そういったものをカットしたくないっていう意向が、シナリオの会議の時から
まあ、非常に強かったかなとは思ってます。まあ、みんな同じ一巻を細切れにしたくないっていう思いがあったのと、なんでもうすぐじゃあこれ丸々一本映像化して、まあ、劇場にかけるなりスペシャルでやるなりっていう話をもう最初から決まってましたね。平山さんがそのいわゆる企画書の段階で、こんな絵を描きたいっていう愛とアクアとルビーの3人の、まあ、キャラ設定というよりはなんかコンセプトアートみたいなものを、もう企画の段階から描いていただいてて、平山さんは本当にもう愛で動いてるみたいな形ですよね。話してみても分かるし、やっぱりその一カット一カットの情熱もすごいし、原作を完全再現するっていう気迫は感じましたね。まあ、人に書いてもらうわけで、それぞれのアニメーターに要求するレベルがかなり高くはなってしまうんですけども、まあ線数が増えるんですけど、それでもそれは通そうという、キャラクターの良さやアニメーションに落とし込む時の力がすごく強い方だと思っています。漫画とアニメってやっぱり線の量だとか表現手法が意外と全く異なるものになるので、原作の良さを損なわず生かしていく形でアニメ映えするものっていう設定が上がってきたので、もうさすがだなと思ったような記憶があります。美術設定の作り方でいうと、原作でももちろん後ろに背景があって美術は映ってるんですけれども、原作だとやっぱり省略される部分ってあると思うんですね。特にこの推しの子に関しては 3D で美術設定を作ってるんですけれども、例えば愛の部屋とか一番最初の売れてない頃とちょっと売れ始めた頃とめちゃくちゃ売れ始めた頃で3種類作っていて、まあ、色も関わってくるんですけれども、まあ、新色がかなり多くなるので、まあ、そういう色が映えるようなものを置いたりとか、原作で使用されていた設定をいただけましたので、キャラクターが生きている時代は何年ですって、まあ、表では語られないことだと思いますけど、裏設定としてこういうことを考えてますっていうことをお聞きして、本編内の画面に出てくる UI だったりとか、デザインのその古さとか新しさとかっていうところを気をつけました。映像に落とし込んでいく上で色合いをどうするか、フィルムの色合いをどうしていくかとか、そういったことを共有するために、たくさんの資料を作ってスタッフの方に共有したりはしました。結構撮影処理のテストっていうのを今回複数回行わせていただいて、最初の布袋監督が提示してくれたプランだと、近くにある金地の色を拾って実線もその色に近い色に変わるみたいな、まあ、結構難しめの技術的にも処理をかけてくださっていたんですけど、逆にそこで、キャラクターデザインの平山さんが今回はこうはっきり見せたい、または描いた線がそのまま手数として出て伝わりやすいように黒い実線でいきたいっていうことをおっしゃって、今回ちょっとだから推しの子のビジュアルとか見ていただいたら分かるんですけども、線の色は結構そのまま一色黒っぽい色ではっきり出るような形に変更になったことはすごく覚えてます。原作者の赤先生から、その瞳の星はこういう理由ですっていうことがありましたので、その星の処理をじゃあどうしましょうっていう相談をして、今の形になってます。空気感を出す、どう出すかっていうことはまず考えます。僕はドラマとして作っていますので、ドラマだったらカメラがあってどういうレンズで撮っててどうボケるっていうことを、コンテの時にどういうレンズで撮っててどこにカメラがいてとかっていうことは考えて、まあ、原作ものだったらその漫画表現にしなきゃいけないとかそういうことはもちろんやるんですけど、それ以外のその日常会話だったりとか情感を出すようなシーンでは、そっぽくしたくなりますよね。